これは結構変わりますよ、大きく。私はそれは面白いと思うんですよ、作戦として。それはね、やっぱりこう伝え、僕らが伝えていかなきゃダメだと思う。江川卓の高され、今回はメジャーの新ルールについて。またなんか出たの、新しいの、うん、そうですね、あのまた今シーズンからいろいろ変わることがあるので、ここもまた江川さんにご意見を伺いたいなと。はい、はい、まず、ピッチクロックというルールで。あ、これはピッチクロックね。はい秒数でしょ。そうです、はい、これは投球時間制限のことで、うん、ピッチャーが、キャッチャーからの返球を受けてから走者なしで15秒、走者がいるときは20秒以内に投球しなければならない、うん、でバッターも、制限時間の8秒前までに打席に入って構えないといけないと、うん、でこれ違反すると、ピッチャーが違反するとボールが1つ、バッターが違反するとストライクが1つ増えるというようなルールなんですけども、これあの一郎さんにも聞いた方がいいけど、一郎さんだったらもうこれやってたら時間経つよね多分ね、これそうできないよね、このこうやってるとね、8秒になっちゃうもんね、きっとね。で、この間吉田さんが取られたでしょ、ストライク、はい、練習試合でね、吉田さんがこうやってストライクって言われたでしょ、吉田さん分かんないで構えてたもんね、ワンストライク入ってたもんね。で、これで変わったのは山本由伸投手がフォーム早くしたでしょ、うん、それも多分その秒数に入れるためにこうやってずっとこっちやってると、もしかしたら時間経っちゃうから変えたのかもしれないしね。ピッチクロックは、うん、さっきの山本由伸のは別に、まあ、彼自身がメジャーに行くことを目標にしてるので、うん、っていう受け方、あの取り方でいいですよね。それも考えてるかもしれないし、ここ来てホームのなんか修正っていうか、うん、あのやってるんですけど、僕はあんまりあのホームは進めません。下半身をそうすり足にすることによってやっぱり少しは沈まなくなるし、どうしても上の力が強くなっていく投げ方になっちゃうので、いずれ多分また修正して戻るんじゃないかと思ってますけど、うん、球の力はやっぱりどうしても弱いから、上半身どうしても負荷かかっちゃうんですか、そうと思うんだけど、だからその時がまたやってくるんじゃないかと思ってますけど、想像してるんだけどね、だから元に戻した方がいいんじゃないかと思いますけど、僕個人的な考え方は、僕にそれ聞いても、僕はもう取った瞬間投げ始めてるからもう関係ないんだけど知ってます、はい、こう取ってあのサインを見るんじゃなくて、取ったらもう投球フォームに入ってから見て嫌だったら嫌だって言ってるからもう関係ないよ、5秒ぐらいで投げちゃうから、はい、もう投げる中で投げる中でこう取ってもらう後にはまっすぐ投げようと思って、ここ振りかぶって山倉がカーブのサイン出したら違うっつって投げるからまあ、つってオーバーすることはないのね、なかったんだけど、でもみんなやっぱりその今までゆっくり投げてる人はすごい影響出ますね、これは。ちょっと焦ると思います、ちょっとこう落ち着かせようっていうことはできないじゃないですか、ちょっとピンチの時にちょっと落ち着いてちょっとやろうと思ったらもう秒数になるからね、ボールって言われるわけでしょ。ピッチャーもバッターも流れが断ち切りにくくなる、なりますね。これは結構変わりますよ、大きく。間合いが取れないんだもん、間合いっていうのなくなるんだもん。外国のスポーツに間合いってないのかっていうことですよね。アメフトだってあんのにね、みんな集まってる人は何を出してか分かんないんだけどさ、次に215の A みたいなってさ、なんつってさ並んでさ、ぐる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 してさ、ビッてやるじゃんね、あれ間合いなのにね。剣道だって間合いがあるじゃない、ってこう構えてさ隙を見るわけじゃん。そんなってこんなって見てたら一本って言われたらね、剣道にならないもんね。剣道はないけどね、ないけど、そういうことじゃんね。だからやっぱりそんなあんまり長すぎちゃうのはどうかと思うけど、なんかそう決めちゃうのもどうなんだろうってちょっとありますね。もともとはあれですね、野球っていう競技自体があの試合時間すごい長いので、はい、それを短縮するためっていうのが、今日これを言うかどうかちょっと迷ってんだけど、これ言ったらすごいことになるからね、言わないでおくわ。あれ、いや試合短縮でどうやったらいいかってもうすごい持ってんの策を、うん、もうすごいのがあるの実は、もう40年前に考えてんの。へえ、うん、なんで最初なんですか。いやなんかそれで1本できるなと思ってさ。あ、それ1本1本できるなって、うん、なんかこうやったら
なんでかっていう、なんでこうなったかっていう、人間がこの、今日余計な話になるけど、それはまあそれで面白いからね、面白いかって勝手に面白いと思ったんだけど、昔歌舞伎ってね、歌舞伎が好きなんで、歌舞伎とか落語が好きなんですけど、歌舞伎ってもう何日間もやってたわけですよ。例えば忠臣蔵とかっていうと 2,3 日かけてやるわけですね。その場面の好きな場面を見に行くわけですね、うん、その間に自分であのお弁当食べたりお酒飲んだりして朝から晩まで見てるわけですよ、歌舞伎は。そういう長くその庶民の遊びっていうか楽しみがそういうものだったから、そういうとこ行ってずっと長くいたんですよね。朝から晩まで、まあ日暮れになったら帰ってみたいな。でそれがだんだん積もっていって、まあ映画も3時間半ぐらいまでこうなってきたんだけど、人間がだんだんその音楽が、昔バラードとかさ、あの知らないだろうけど水原ひろしさんとかさ、昔の演歌とかをさ、やっぱりゆっくりなわけよ。人間がゆっくりした生活の中でゆっくりした音楽が流行ったの。で最近ラップになってるから速くなったよね、うん、ラップになってすごく速くなってるでしょ。たまに何を言うじゃん、ダイヤリアみたいになるとラップ速いじゃん。でそのラップとか音楽とともに人間がそのせっかちっていうとおかしいんだけど、まあ短い時間でいろんなことをやることが好きになってきて、映画が2時間以内になってきたんですよ。でこれはあの演劇家っていう言っていいのかな、同級生野田秀樹って言うんですけど、あの演劇家のね、彼がもうずっと言ってて、2時間やって30分休んで2時間とかやると、そのトイレ行くじゃん、その間にね、2時間やってトイレ行って見るときに冷めるでしょっていうわけよ。彼と話してたら、その現実の世界に戻ったときに、その せっかく2時間こう集中してその世界に入ってもらってるのに、あ、じゃあこう 20分休憩、トイレ行ってくださいって言って、トイレ行った瞬間に現実に一回戻るわけじゃん。でまたこう入ってくるっていうのは、もう好きじゃないと。だから2時間以内にできれば2時間以内で終わるように、そのずっとこう入ったまんまその世界で終わってほしいっていうふうに彼はずっと言ってて、まあ、賛成って、もうその方がいいと。でも野球も長いんだよと、3時間かかる。で僕ら大体2時間ちょっとで終わってたから、それはもうそういう思って、まあ、皆さんが退屈しないように早く終わすもんだと思ってたから、うん、だらだらやってるっていうか、間合いが長いのもダメだったのはそういうことなんですけどね。それが今現実となってるわけですよ。話は長くなりましたが、うん、だからやっぱりできるだけその投手交代とかイニングの間のボールとか減らしてて、どんどん短くなってるけど、もっと短くしないと、やっぱ今3時間から3時間半かかるから、これをなんとか2時間半ぐらいでね終わるようにしたいなと、してったらいいなと思いますけどね、はい、じゃあその江川さんの考える施策はまたあの別の機会の時に、これ必ずなりますけど、ちょっとすごい改革なんではい、であのコロンブスの卵なんで、言ったらなんだって言うと思いますけどね、うん、なんだって言うかもしれないけど、画期的なことなんですよ、うん、これは次回にしますけど、はい、楽しみにしてます。はい、じゃあ続いてベース版が少し大きくなります。なんかそれ聞いたな。はい、まあ一辺が 7.6 センチ今何センチなんですか。ベースはですね、もともと 38.1 センチ四方、うんから 45.7 センチ四方になるので、7センチ7センチ大きくなる、広げる。そしたら通りずる人すごい楽になるじゃん。はい、とあとホームベースから1輪も 7.6 センチ短くなります。内野安打多くなるじゃんね。それあの塁間のベースだけでしょ、ホームベースじゃないでしょ。ホームベースは違う。ホームベースは一緒でしょ。あのセカンドベースってさ、みんなあのちょっと誤解されてる方が多いんだけど、セカンドファーストってさ、ファーストベースってこうな、あのベースのラインの中にあるじゃん。サードベースも中にあるじゃん。セカンドベースって 中にあるんじゃなくて真ん中にあるの知ってる？中にあると思ってたでしょ。こう線引いて中にセカンドベースってあるんじゃなくて、セカンドベースはその中心にあるんですよ、こう線引いた真ん中に。だからあのライン引いていくと真四角じゃないのね、うん、わかります。ベースの外をやっていくとちょっと歪むんですよ、実は。まあその塁上でその交差するとかっていうのが減らすんだ。まあそのぐらいまでしてほしいよね。10メートル四方にしたら本当おかしくなっちゃうからねベースをね。改革はいいけどあんまりでかくしちゃうとね、おかしくない。ベースの上でやるようになっちゃうからさ内野がね、はい、まあそうですね、走者と野手の接触をなるべく減らすためではあるんですけど、うん、これはやっぱり攻める方が結構そりゃそうです。盗塁は楽になる。だって牽制も2回まででしょ、3回目やったら
そうですね、ボールなんでしょ、はい、次ので牽制球も3回目でボークになってしまうと。野球がちょっと変わってきますよね。でもまあ走るっていうことを得意としてる人はどん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 プロに来る可能性が出てくるからいいかもね。それはいい意味で捉えればね。だから僕みたいにもう牽制しませんっていうのが出てくるかもしれないね。どっちみち走らないなら牽制やめたみたいなねやらないってどう。ベース広くなってつくのもあれだ、近くなっちゃったらもう14センチ、7センチ、7センチだったら14センチ近くになるんだからもう絶対走られるよっつって牽制やめたっていうの出てくるかもね。僕なら記者にそう言ってます。記者の人に今年は牽制しませんって、どっちみち14センチ短かったら絶対セーフになっちゃうから芸人の時言ってますね。江川さん3回連続牽制したことはないですか？あると思いますよ。あるのはある。1回かなんかあると思いますよ。あともう2回目ですとブーイングが出るとブーって言われるんですよ誰でも江川さんが牽制するとですか？いや、あんまり多いと。でも牽制って僕本当は 2,30 回やってみようと思ったことあるの、うん、ファーストケースだけ、はい、だって規定がないんだもん。何回やったらいけないってのなかったの、うん、今もないでしょ。だからもう嫌だったら50回でも100回でも牽制してみるんだもん。アンパイア注意できないんだもん、うん、だって何回以上やっちゃいけないってないんだもん確か。それ知ってたからいっぺんやってみようかなと思ったの、うん、30回ぐらい本当にできなかったけどね。やっぱりお客さんに申し訳ないから30分で待たせるようになるからね、牽制だけで頭から、まあ、戻るのも結構大変じゃないですか、ランナーは。うーん、疲れたりとか、まあ、あとは急いでまたリード取らないといけないとか。あ、でもこれはね、この間ね、赤星さんの解説で聞いてたんだけど、阪神を信じたでしょ、はい、あれでリードしてた時に何で頭から戻るかっていうと、リードした時に右足からこう帰るからなんで、だから頭から戻るんだって。ステップをこっちの足から動かしたら絶対に足から戻るってさ、わかります？そういう説明してた。外回りするから手から戻るんだって。それはちゃんとしたリードじゃないんだって。足からこうやってちゃんとパッと戻れるようにしなきゃいけないんだ。で今年から阪神は頭から戻りませんよ、もうやってたもんこの間。それは僕らのドジャース行った時も習ったの。あったルイの戻り方、はい、でピッチャーに教えてたから、ピッチャーはいいんじゃないのって言ったの俺はピッチャーはあんまり出ないので、はい、ピッチャーも交渉されたの。こうに戻りなさいって、うん、足をパパパッてこう後ろ向いて戻るように。で一回走ろうと思って逆モーションになって手から戻った時、ここをファーストの人にバシーンって肩やられたの、はい、でまずいと思ったけど俺ピッチャーだから、はい、こうタッチでこっち行く、頭からバシーンってやられるわけ。タッチした時にして、はい、見たわ、やられたと思ってね、もうリードやめようと思ってもう一つ、はい、もう一つ、はい、特殊シフトが禁止になりまして、塁間に野手3人入るのが、不可と。外野手がみんな内野守った時にあったんですよ、はい、最後の場面で、はい、スクイズやされても負けで、はい、もう外野飛んだらしょうがないっつって外野3人が内野を守ったことっていうのも昔あったんですね、うん、そういう守備体系を。それも面白いと思うんだよね。私はそれは面白いと思うんですよ、作戦として。だからみんな別に例えば昔王さんがホームランをすっごい量産した時にほとんど流しはしないんですよ。どこのコースも流して打つことしなかったんですよ。だからみんなファーストベースとセカンドベースの間に野手がいっぱいいたんですよ。サードベースマンがセカンドベースぐらいにいた時がある。でこっち どうやって打ってもヒットになる。でも王さんは打たなかった。全部こうやって引っ張って打った。引っ張って打ったっていうよりホームランになっちゃったけど、それはすごく見ててはすごいなと思ったわけ。ヒット打つのそこいくらでも打てるのに、やっぱりそれは自分の方で自分のスイングで打ってたわけよ。そういうのがさ、ずっと残ってきてるから、今回のそのどこ守っちゃダメっていうのはやめた方がいいと思いますよ。俺ならか内野手はだからファーストだけ残して、あと全部外野守るとかね。それ面白いじゃんね、はい、外野が内野を守ることはやったことある人いるけど、内野も全部外野行けっつってさファースト一応いてくれと、ピッチャーから、まあファーストもいらないからみんなフライ打たせるからっつってピッチャーをフライ打たせろみたいなのも面白いよね絶対フライ打たせるよと、お前、はい、下転がっちゃったらもうファーストいないからねみたいな。そういうのもさ、野球もさ、ゲームだったら多分あるでしょ、そういうの。ないの？まあちょっと難しいかもしれないですけど、それ でもそれ僕言ったって僕の特許ですからね、それね、はい、皆さんゲームメーカーの皆さん、僕の特許ですから、それもあるんですか
そういう奇抜なことがあっても面白いと思いますよ、勝負だから、うん、僕はもうそういう方が面白いと思う。で野球っていうのは前言ったようにルールがどんどんどん変わってきてるけど、だからベースの大きいのも多少はね、そういういろんなことを防止するために起きてくるでしょう。それからもう一つ余計、今日はすごい余計な話が多いんだけど、昔は長嶋さんの頃はヘルメットかぶってません、野球帽子のまま打席入ったの、うん、初めて日本でヘルメットかぶった長嶋茂雄さんだから、うん、アメリカから取り寄せたなんか革かなんかの、ヘルメットかぶったんですよ、うんうん、それで、ヘルメットの耳つきができたのは田淵さんが頭部のこの耳のところにデッドボール当たってから、耳つきしましょうっていうのがなったんですよ、うん、だから落合さんなんか耳つきずっとしてないですよ、うん、この普通の帽子です、これ打ちづらいからっつって、でその前はヘルメットはなかったんですよ、帽子のまま打席立って打ってたんです。でその頃の人は今、まあ、これなんかクレームみたいになるからな、今の人は今の技術って例えばすごい速いボール投げたりツーシーム投げたりバッティングもすごいと言うけれど、僕はこれ一回言ったかもしれないけど、昔の人は頭のところにボールが来るかもしれないっていう危険性の中でボールを打ってたんだからね。今はもし来てもヘルメットがあるから防げるけど、今もう顎のところまでもうここまであるから、はい、ね、昔の人はない中で そこに来るかもしれないっていうことで多少こう逃げれるようにしてステップしながら打ってたんだから、みんなそれはね、やっぱりこう僕らが伝えていかなきゃダメだと思う。その技術っていうのはすごいんだっていうこと。で今の人にじゃあ帽子かぶって打席入って打ってみって言ったら打てないから、怖くてこれにバーン来たらもうこっからって打てないですよ、ということがありましたっていうことを、昔の人はそんななんかバーンと打ってるだけみたいなことになっちゃうとそれちょっと違うんだっていうことを我々がねギリギリ伝えていかないと、それもすごい技術の中でやってたんですよっていうことがやっぱり伝えていかないといけないんで、そのこの YouTube のその仕事がやっぱり仕事の中にはあると思いますよ、僕はそう思ってるんだけどね、やっぱり伝えていかなきゃいけない、誰かが他のチャンネルの伝えないやつも我が高さでは伝えていく、はい、はい、今日はですねメジャーの新ルールのお話をしてたらいつの間にやら昔の日本の野球もこういうのがありましたとか、ポジションの話とかになりました、これはやっぱり歴史っていう野球の歴史がアメリカから始まって日本に伝わってきてっていう長年の中でいろいろ変わっていくもんで、まあ、変わっていいものと、まあ、ここは変えてほしくないなっていうのがあったりします、日本の今日の染め物なんかもそうですよね、非常な技術のある中で、染め物っていうのが行われてて、本当に深いいい、まあ、色が出るって言って我々が素人が言うあれじゃないですけど、時々京都にお邪魔しますけどそういうのがあったりするとやっぱ時代が昔のものはいいなというものがいっぱいありますので、野球も昔のことを見直しながら新しいものをぜひ、皆さんで作っていっていただきたいなというふうに思うわけでございます、そういうしみじみした感想の中でもチャンネル登録だけは忘れずになんとかお願いできるとありがたいですね、新しい時代に入るためにもチャンネル登録を増やしたいと思います。よろしくお願いいたします。お知らせでございます。こちらですね、4月の6日発売されました。好調らしいんですよ。で、お近くの書店、それからネットで販売しておりますので、ぜひ買っていただければありがたいと思います。巨人論でございますので、いろんな巨人関係、それからいろんな秘密ですね、それ以外秘密載っておりますので、読んで楽しいと思いますので、ぜひお買い求めいただいたらありがたいと思っております。4月6日にも発売されておりますので、お早めにどうぞ。